さあ解説していきましょう。まあ、中学生高校生もやっぱり苦しむ問題なのかなと思いますね。非常にいい問題ですね。3桁の整数 n、 3桁ですねの各位の数を加え、その和が1に、いや1桁になるまでその作業を続けますと、最後の1桁の数を、四角 n で表していきます。例えば四角の123って表されたら、これどうなるのかっていうと、これは1足す2足す3をしなさいってことなわけね。でそうすると足し算したら6になりましたから、四角123は6ですよっていうふうに表すと。同じように例えば789で考えていく、789の括弧で考えていくと、これは7足す8足す9をすることになるので、これはどうなるのかっていうと、15足す9ですから24になるわけですね。でそのところはまだ一桁になっていないので作業が続くわけです。作業が続くのね、作業は続けて2足す4をするわけですね。2足す4をするわけです、そうすると6っていうふうになるといいですかね、なのでこれ、考えていくとどうなるのかっていうと、789は一旦これなので、作業が2回行われてますよね。作業が2回行われてますよね。でこちら作業が1回で済んでると、要は1回計算をして終わりじゃなくって、もう1回10の位と1の位足し算して6っていうふうに作っている作業が2回行われてますからねと、こういうふうに1桁の数になるまで繰り返していってくださいねって言ってるわけです。はい、ということで練習が括弧の1番2番で入っていて、最後の括弧の3番ですね、いい問題かなと思います。まず147っていう数字がどういうふうになっているのかっていうと、これが1足す4足す7っていうのをまず一旦計算してみると、でそうするとどうなるのかっていうと、5足す7ですから12っていう風になるわけですよね。で今度はこの12まだ2桁のままですから、1足す2をするわけです。そうすると3になりますよね。ということで作業が2回かかりましたけれども、147の括弧は何ですかって言われたら、答えは3ですっていう風になるわけですね。 OK ですか。で次です、括弧の2番ですけれども、この n っていうのが9になるような数で、最も小さい数と最も大きい数を求めなさいと言ってるわけです。今 n っていうのは3桁の数なわけだから、最も小さい数は100だし、最も大きい数は999なわけですよね。これで考えていきましょうねって言ってるわけです。いいですか。じゃあそうすると、今100の位が10の時、最も小さいのから考えていくと、最も小さいのって100の位、10の位、1の位で考えていた時、当然100の位が失礼、一番小さいのを考えただけだから、1の時に見つかったら最高ですよね。この時にもしなければ、2、なければ3、なければ4というふうに考えていけばいいわけなんだけれども、さあ10の位をなるべく小さくしたいので、まずは100何とかから始めていきましょう。101、102、103っていうふうに考えていくんだけど、100の位足す10の位足す1の位をして9を一発で作ることができれば最高なんですが、それってどういうのがありますか。108っていうのがありますよね。1足す0足す8っていうふうにやれば一発で9ってできますよね。これが一番小さい数でしょ。だよね。それ以外の数っていうのは、ね、101から100から順番に考えると、これ和が1になると、ね、括弧 n が9にはならないですよね。101、102、103っていうふうに考えていくと、全部ね、ここの値って9にはならないので、108っていうのが一番小さい数だなっていうことが分かると。ということで、最も小さい数は何ですか ?108 ですね。じゃあ最も大きい数、最も大きい数を考えていきましょう。それは当然100の位が9だったら嬉しいわけですよね。OK。でさらに10の位も9の時、99で何か見つかってくれれば一番いいわけですよ。そうするとここ足すここをしたならばどうなるのかっていうと、9足す9なので、これ18になりますよね。いいですか。ということは、この時点で9足す9足すなんとか、9足す9足す何とかをしていると、18プラス何とかになるわけじゃないですか。いいですか。だからもうこの時点で、次の数っていうのを考えていた時に、例えばこれが0だったら、0だったらね、18っていう数で終わってくれるので、お18ラッキーじゃん、これ1足す8をしたら9になるわけだから 990OK ですよね。ただ 990OK なんですけれども、俺たちはなるべく大きい数を見つけていきたいから、1の位もなるべく大きい数から実験していきましょうっていうふうに考えると、なんと一発目で見つかっちゃうんですね。9足す9足す9っていうふうにやると、これ27になりますよね。そうすると2足す7が9になってくれるので、 n イコール9満たしてますよね。ですから、はい、これは実を言うと大きい方は意外と簡単に見つかってしまい、一番大きい数から実験していけば9足す9足す9で、実は見つかったわけですね。はい、ということなので、 n が9というふうに見つかったわけです。
かっこ N が9になるものは一番大きい数は999だったよということね。Okay、さあここまでを踏まえた上で最後の問題見ていきましょう。最も作業の回数がまず多くなるような N を考えていたときに、その作業多いって何回やねんって言ってるわけです。何回、例えばこの作業って2回で済んでますよね。999の時もこれ2回で済みましたよね。いいですか、2回よりも多くなることがあるのかなっていうふうに考えてみてください。いいですか、作業が2回よりも多くなることってあるかなって考えていきましょう。つまり括弧の3、まず作業が3回ってありえるかなっていうのを考えてみましょうかね。100の位、10の位、1の位っていう数があったときに ABC を考えておくと、この ABC は A たす B たす C をすることになるわけじゃないですか。いいですか、で A たす B たす C が終わったら、これ絶対に2桁の数になりますよね。2桁の数になりますよね。2桁の数だし、マックスは何なのかっていうと、マックスは27までしかいかないよね。いいですか、なんでかっていうと一番大きい数9たす9たす9をして27になるわけじゃないですか。だから3つの数を足し算して27を超えることって絶対にないですよね。いいですか、だから、はい、2桁の数っていうのが今度出てくるので、それを、DE なんていうふうにして考えていきましょう。 DE です。DE ね、まあ、これが、DE なんていうふうに表される数になったとしましょう。2桁としてね、この DE っていう数は27以下だよってことね。でこれ D たす E をするわけじゃないですか、ね、例えばさっきの27っていう数字だったならば2たす7をして9、1桁で終わってしまうわけですよね。ここだったら作業は2回でストップしてしまうわけですよ。いいですか、そうすると作業が3回を考えるわけだから、こいつがもう1回2桁になってくれればもう1回だけ作業が行われるわけですよね。2桁になるかなっていうのを考えてみてください。2桁になるかなっていうのを考えてみましょうと。さあ2桁になるかどうかですけれども、ちょっとスペースが2桁になるっていうのを考えてみましょうねと。今 D があって E があるわけなんだけれども、これ0か1か2しかありえないし、 E の部分もまあまあ2桁だから、あの最高で 2桁なので1桁になることももちろんあるわけですよ、一発目で、ね、なんか一応0っていうのは書いてるんだけど、E の部分っていうのが、E が0123…9までありえるわけじゃないですか。足し算をして足し算をして、あ、27までしかないからね、足し算をしていって2桁になるような数ってあります？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 まあ、0はもう無理だよね。0足す何とかをして2桁は絶対作れないわけですよ。これ消しておきましょう。足し算して2桁作れますか？作れますか？作れますか？27無理、当然26も無理、25も無理、24、23、ああもう2で無理やったら無理かな、21、20、19、お19だったならば、1と9だったならばこれ足したら10になるので、もう1回2桁になりますよね。だけど18ダメだし、17もダメだし、16もダメだし、なので結局2桁になるっていうこの質問に関しては、19だったならばもう1回できるわけですよ、作業が。いいですか、なのでここが19となるような A たす B たす C をして19になるような数っていうのを考えていけばいいよねって言ってるわけです。OK、ということでこの各位の数の和を取った時に19となるような数を見つけることができれば、もう一回作業が行われて、最後ももう一回作業が行われることになるので、3回の作業が行われるわけですね。で残念ながらもうこれ以上の回数は無理なので、4回とか無理ですね。19が今最後見つけた2桁になる数で、最後ね1たす9をしたら10っていう風になって、1たす最後0をするので、もう1になってしまうので、もうこれ以上は見つからないわけです。ですから今からやることは何なのかっていうと、問題が変わりました。 A たす B たす C イコール19となる整数 ABC を大きい方から
書き出していきましょう。当然これも100の位、10の位、1の位があって、大きい方から書き出す中で100の位が9からやっていきましょうね。で10の位もめちゃくちゃ大きいところから考えていきましょう。9で考えていきます。そうすると99まで来たらどういうのがあるのかっていうと、99まで来たら9たす9でもこれで18ですから、あと1があればいいわけですよね。991っていう数はこれ作業が3回行われます。実際に991は9たす9たす1で、19になり、また19をやるわけですから1たす9で10になり、最後は1たす0で1になるわけですから作業が1回2回3回行われてますよね。 OK。 さあじゃあ次はって考えると、もう99シリーズが終わったわけだから98シリーズで考えましょうよ。9たす8の時点で17です。19にしたいわけだからここが2だったらいいわけですよね。最後97シリーズで考えていくと、9たす7で16になるわけですから、あと3があればいいので、こうですよね。答えは973ね、3番目はね。はい、こういうふうに考えてもらえればよかったのかなと思います。まあ、ですので、まあ、ここがポイントだろうね。過去の3番はね、各位の数を足して19になる数だったならば作業が3回できるわ、ここに気づくことができれば最後の答えまで導けたのかなと思います。